広瀬淳は、大分県薄木市出身の元プロ野球選手、野球指導者、解説者、う藤右みち。現役時代は、広島東洋ガープ一筋でプレーした、日本野球機構の一軍公式戦における、連続打席出塁記録保持者。大分県立、佐伯鶴城高等学校では3年夏の、 第78回全国高等学校野球選手権大会で初戦敗退。その後法政大学で3年春に6大学9人目の三冠王を獲得。4年春のリーグ戦で優勝し、自身も首相を務めた。同学年のチームメイトには佐藤隆彦、安倍正宏がいた。また、シドニーオリンピック野球日本代表にも選出された。 2000年11月17日に行われたプロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから2巡目で指名され契約。背番号は26。2001年3月31日の対中日ドラゴンズ戦でプロ入り初出場を果たし、5月22日の対横浜ベイスターズ戦において7回裏に三浦大介からプロ初本塁打を記録した。 同年はシーズンを通して80試合に出場し、打率286を記録した。2002年7月18日の対、阪神タイガー,アース戦で7回表にプロ初投類を記録した。しかしシーズンを通して、前年の出場試合数の半分にも満たない39試合の出場にとどまり、0本塁打に終わった。打席数も少なかったが、打率は、 286と前年までの数値を維持した。2003年は前年を上回る52試合に出場し、2年ぶりの本類がも放ったが、シーズンを通して打率。240と低調であった。2004年はプロ入り最小となる10試合の出場に終わった。また、打率。077、アンダはシーズンを通して、わずか1本に終わり、全く結果を残せなかった。 2005年は43試合に出場。自己最高の打率。308を記録したが、代打、外野の守備固めとしての起用が多かったため、打席数は少なく、無本塁打に終わった。2006年は、シーズン中盤に一塁のレギュラーである、栗原健太、外野手の島敦信の先線離脱もあり、主に一塁での先発出場が多くなった。 バックスイングを大きく取るバッティングフォームに改造し、パンチ力も増した。10月5日の対中日ドラゴンズ戦で、エース上健進から左翼席への先制ラ乱に、追加点の足掛かりとなるヒットを放つ活躍を見せる。また10月11日のヤクルト戦では、自身初の1試合2本塁打をマークするなど、同年はプロ入り最高の成績を残し、飛躍のシーズンとなった。 オフには、荒井孝弘と同じ臭い福寺でごま行を行った。2007年は、前年外野のレギュラーであった、前田智則が離脱していたこともあり、3月30日の阪神タイガースとの開幕戦に先発出場。チーム初安打を放ち、そよぎ栄進の儀費でチーム初得点のホームを踏んだが、この際に、左太ももを負傷。 4月28日の阪神戦で守備での途中、出場により一軍復帰。翌29日は6番スタメンで出場し、復帰後初打席となる第一打席で初級をバックスクリーンへ、自身初の満塁本塁打を放ち、満員の監修の前でお立ち台に登った。同年は自己最多の7本塁打を記録した。2008年は開幕一軍入りを果たすことができなかった。 5月20日に一軍登録され、打率400をマークするが、その後は低迷。一軍に帯同はしたものの激しい外野争いから、出番が減っていき、わずか13試合の出場に止まり、7月11日に抹消された。ファームでは出番を増やすために、従来の外野、一塁手に加え、三塁手の練習も行った。9月12日に再登録され、 9月13日に三塁シュでの先発出場を果たした。2009年は開幕一軍入りを果たし、シーズンを通してほぼ一軍に帯同。自己最多の94試合に出場し、規定打席には届かなかったが、打率も277と安定した成績を残した。しかし、左投手からの打率は242、24得点圏での打率は 213と低く終わり、翌年への課題も残った。2010年も開幕1軍入りを果たし、開幕戦では7番、右翼手で先発出場した。その後も校長を維持し続け、ついに外野のレギュラーの座を獲得。野村健次郎監督は、前年に引退した小形光一の後継者として使い続けヒットも順調に量産し、 前半戦の段階で事故のシーズンアンダ記録を更新した。故障欠場していた栗原健太の代替選手としてオールスターゲームへの初出場を果たす。また栗原が欠場した際に1試合だけ4番を任された。最終的に自身初の規定打席到達を果たし、同時に初の3割と2桁本塁打を記録。多くのカテゴリーでキャリアハイを更新する。 自己最高のシーズンとなり、攻守にわたってチームのようとなった。2011年は3番、右翼手で開幕を迎える。開幕戦から9試合連続安打を記録し、4月の16試合で打率353に本塁打を放つなど、一時は打率がリーグトップに立つほどの打撃好調であった。しかし5月20日の対オリックスバファローズ戦に出場したのを最後に、 右太もも裏の故障で先線を離脱。8月に復帰するも、月間打率、205と振るわず、さらに再度の故障に見舞われ、最終的には73試合の出場で打率、271、日本塁打に終わった。規定打席不足ながら、リーグ最多となる14支給を記録した。またこの年国内 FA 権を取得したが、11月22日に、自身のブログで、 f a 権を行使せず残留することを発表した。2012年は前年よりも出場機会を増やし102試合に出場したが、規定打席には届かなかった上、打率も241と定調で、レギュラーを奪い返すまでには至らなかった。2013年4月21日の対巨人戦の第4打席から4月26日の対中日戦の第4打席まで、 日本プロ野球新記録の15打席連続出塁。この間の成績は15打席で8打数8安打4、死球3死球。翌27日の対中日戦の第一打席、1回、2試3塁の場面での第一打席で1比に終わり、連続出塁記録は15でストップした。2014年は60試合と試合数が減り、打率、234、本塁打2と低迷した。 2015年はプロ入り以降初めて二軍生活に終始、ウエスタンリーグ公式戦でも35試合の出場で打率241本塁打3打点という成績にとどまった。2016年は2年連続で一軍公式戦への出場機会がなかった。ウエスタンリーグ公式戦には代打などで53試合に出場、打率292、29 三本塁打、十二打点を記録した。九月二十日に球団を通じて、倉吉和と共に現役引退を発表した。球団は本拠地最終戦を広瀬、倉の引退試合とし、二人は同日付で出場選手登録された。この試合では、広瀬の長男が始球式に登場し、倉が八番、手として初回戦闘打者の一打席の未守備についた。 交代後,後の1回表に失点3塁時点で激しい雨に見舞われ1時間20分の中断を経て交うノーゲーム終了。広瀬の出場機会はなく試合後に予定されていたくら広瀬の引退セレモニーも延期となった。球団は広瀬の出場選手登録を抹消せず10月1日の振り返り試合を広瀬の引退試合とした。広瀬は先発投手。 黒田博樹の代打として7回裏に現役最後の打席を迎え松岡健一から大きなレフトフライを打ち上げた8回表からは右翼守備についたが守備機会はないまま試合終了を迎え16年間の現役生活に幕を閉じた試合後の引退セレモニーではファンの皆さんの声援が本当に頼もしかったですそして監督チームメイト 裏方の皆さんと野球ができて本当に楽しかったです。僕も皆さんも大好きなカープは、これからもっともっと良いチームになって強くなっていくと思います。皆さんも一緒に広島伝説を作っていきましょうとの言葉を残している。12月2日、自由契約公示された。2017年は中国放送の野球解説者を1年間務めた。2017年をオフ。 広島東洋カープの一軍が野守備、総類コーチに就任、背番号は75。新聞の成績表や出演者名などでは、常用漢字で、広瀬淳と表記されることがある。長いもみ上げが特徴で、そのもみ上げから、チャーリーという愛称を持つ。支給の多さが特徴の一つで、2011年にはリーグサイトの14支給を記録した。 また2013年に15打席連続出塁を記録した際も15打席の間に3つの支給を受けている。強権で打球判断に優れた外野守備が強みで2010年は9月までに9つの補い札を記録し JA 全農豪豪賞9月度の強権賞を受賞シーズン終了までに外野手としてリーグ最多の1補札を記録した。 広島入団時の山本浩二は、大学、大学入学時の山中正岳、広島選手時代の野村健次郎は、高校と各監督が先輩であった。夫人は、ウェルストンプロモーションに所属し、広島県内で、フリーアナウンサーとして、ラジオ番組などで活動している、広瀬桃子で、かつて旧姓の青谷桃子名義で、TBS のバラエティ番組、うんなんのほんとこ。 で人気を博したコーナー未来日記33人のクリスマスにヒロイン役として出演していた。ありがとうございます。